やっぱり現地の食を味わわなくっちゃ。お土産は手作りのものがいいかな。でもゴミは少ない方がいいよね。地産地消のものなら土地の人の助けになるかも。それとっても大事なこと。きっと未来がハッピーになる。知る、考える、思う、だから楽しめる。ASEANへの優しい旅。